どうもタンポポ川村です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ただいま夜9時50分でございます。私明日初めての富士山登山に行きます。わあ、ぶっちゃけ今テンパってます。まだ何も始まってないんですが、てんてこまいです。てんてこてんてこ待っちゃってます。初めての富士登山のパッキングをしたので、持ち物を一緒に確認していただけたら嬉しいです。富士山の持ち物リスト。持参するもの、まず1、足をサポートしてくれるスパッツです。これはもう明日履いてっちゃいます。フルマラソンを2度走らせていただいたんですけども、その時一緒に 42.195キロを一緒に走ってくれたスパッツなので、富士登山も一緒に戦ってくれると思います。お家にあるものはお家にあるもので済ませようと思っております。で、履いてくやつの上から履くのがこちらの、まあ、登山用のシャカシャカパンツ。ベージュは無難でしょう、黄土色は無難でしょうということで、これ履いてくやつです。また着てくやつが下着、薄々穴穴見えますか。こちらですね、じゃーん、見てください。ポリエステル 100% ということで、汗をじゃんじゃん逃がしてくれるということで、これを下着にします。これもマラソンの時から使ってるんですけども、じゃーん、スポブラ。今回行程としては7合目で泊まって、そして7合目からまた歩いていけるとこまで行って次の日戻ってくるという感じです。1泊2日のプランです。1日目、だいたいお昼ちょっと前に5合目に着いて、で昼ごろ出発して7合目に泊まります。そして次の日体力と相談しながら山頂を目指すという形になっております。ガイドさんにお願いしました。で、その上に、まあ、ロンティ1枚でいいということで、これも汗がすぐ乾いて、とにかく綿じゃなきゃいいみたいなことを教えてもらいました。これもポリエステル 100% です。なのでサラッとしてます。淡い緑です。これも着てくやつ。あと靴下は分厚い方がいいというので、こちら登山用の用意しました。次の日用のロンティーです。ロンティーは2枚持ってこうと思ってます。そしてこれがシャカシャカです。これを着ていきます。上の方は寒いということでフリースです。かわいい。でこちらの中なんですが、本当はユニクロとかのウルトラライトダウンが良かったんですけど、ちょっと買いに行く暇がなかったんで、家にあるダウンをギュッと詰めてみました。ちょっと軽くないのが心配です。こちらも家にあった、はい、手袋。基本登山では肌を見せないそうです。で、あとお金、お財布はちっちゃくしてみました。コンパクトです。三つ折りです。ガイドさんにお支払いするお金だったり、登ってる時にもしストックとかね欲しくなったら買うお金だったりとか、現金を入れております。ガイドさんが1回4万4000円ということで、だから一緒に行くお友達と割り勘でにするという形です。あとこれが大事ですね、もうパンパンはみ出てますけど、お菓子袋。この中には札幌ポテト2つと、あと塩羊羹の羊羹がいっぱい、あとこれあけぼのさんのせんべいですね。これ美味しいんですよね、チーズバサミせんべい。あとこれこの前空港でもらったハッピーターン。あとはバームクーヘン、口パサパサになるかな。あとプロテインのこの棒。とにかく羊羹がいっぱい入ってます。羊羹があればいいみたいな気持ちになってるね。これ1個食べてみるか。塩羊羹。どんな味なんだろう。味見しとこう。びっくりしちゃうからね。登ってる時。あ、
いいね、パッて取れた。うん、おいしい。うん、あ、これいいね。お菓子もうパンパン。さあ、そしてこちらが大事グッズです。ジップロックに全部入れてみました。この中には充電器、薬、あとコンタクト、あとモバイルバッテリー、あと100円玉を使うっていうので、こけしちゃんの小銭入れでございます。あともうちょっとで終わる歯磨き粉も一応入れてるけど、なんか山のためには歯磨き粉あんま使わない方がいいみたいです。あとはこれ洗顔料でございます。ちっちゃいやつです。親指ぐらいの洗顔料です。あと何かあった時のためにナプキンも一つ入れてます。あとお水を向こうで買うともしかしたら高いので、一応500を4本で2リットル入れてます。あとはこちらサングラス、いろいろ見た中でこれが良さそうでした。フォールディングトレールグラス PL、 これね、とにかく軽かったんですよ。軽いのがね、いいね、やっぱね。あとコンパクト、こういう風に、あ、ここが見やすいかな、こう持つとこが折れて折れて折れるっていう、かなりコンパクトになる。もちろんUV カットは 99%、 すごい軽いんだよね、半分に折れるし。ちなみにブラウンでございます。偏光レンズって言って、水面とかキラキラとか眩しさの原因である地面、水面、雪面などの乱反射をカットしてくれるので、眩しさとかもなく、かけることができます。こちらです。どうかな、これで目を守りたいと思います。いや、何よりこう気に入ったところはこの四つ折りに、まさかの眼鏡を四つ折りにできるってとこですね。いいわね。薄いレンズもなんかついてます。状況に合わせて交換できるノーマルレンズ付き。ノーマルレンズもついてるけど、ノーマルレンズはこれは明日は置いていこうと思います。これ置いていこう。そして大事なのが、あとはハットです。ガイドさんが言ってたんですけど、ハットはなんか紐がついてるといいって言ってましたね。あと雨が直接来ないのでつばがあるといいって言ってました。 できたらまあ後ろも布があるやつがあると首も焼けなくていいって言ったんですけど、私はこちらの登山ハットにしました。とにかく紐があると風で飛ばされないからいいそうです。私のこのお気に入りポイントは、こうくしゃくしゃにこう小さく丸めてやっぱ入れられる、やっぱ収納重視で軽いものを主に選びました、全てにおいて。以上ですね。はい、あと、あ、これはネットに書いてあったんですけど、携帯防水のパッドとかあるといいよってあったんで、まあ明日あいにくの大雨予報なんですけど、まあ、そういうこともあり、一応家にあったやつを持ってこうかなと思ってます、携帯入れとして。今回レンタルは、リュックと、あとはレインウェア上下は、レンタルでお借りしようかなって思っております。以上でございます。足りるかな、大丈夫かな。以上、初めての富士山の持ち物でございました。それでは明日行ってきます。これから初登山です。準備万端です。まずは7合目目指します。それでは岩登ります。あ、楽しい。よしみさん、6号目と7号目の間です。空が綺麗です。炭治郎の心の中みたいです。7号目巴館到着しました。今は何時だろう、6時7時、6時45分、今18時45分です。カレーもいただいてお腹いっぱいです。
おはようございます。8月26日朝の午前3時です。これから出発します。マウント富士。もうそんな経つんだ。綺麗。